そろそろのようですね。ええ、この先の峡谷を抜ければシャンゼリアはもう目の前ですわ。これでようやく一息つける。あら、まるで一仕事終えたかのような口ぶりですけれど、本当に大変なのはこれからでしてよ。そうだな、凶暴化した魔獣たちの対処に避難民への対応、それらと並行して始まりの人の対策もせねば。このような状況ではとてもじゃないが気を抜くことはできん。そう言ってもずっと気を張ったままってわけにもいかないだろう。休めるときに休んでおかないと。なんだ今の。突如魔獣の群れが出現、船の進路を塞ぎ攻撃してきています。どうやら今はまだ休める時ではなかったようですね。私が出て道を開こう。力なき民を守り導くことは王家に生まれし者の務めだからな。王家に生まれし者の務めというのなら、私たち全員で行くべきですわね。え、俺も。あら、グロムスの民はリオネルに連れて帰るのでしょう。皇帝陛下、さあ行きますわよ。ちょ待って、心の準備が。俺を置いていかないでくれ。閣下、これは由々しき事態です。早々に手を打たなくては。黒いマナに侵された魔獣たちの活性化、そして各主要都市への同時襲撃、単に始まりの人とやらが復活した影響だと言ってしまえばそれまでだが、どうもそれだけとは思えん。とおっしゃいますと。今までに出現していた九段の魔獣たちは黒いマナにより凶暴化したとはいえ、所詮は本能のままに暴れる獣者だった。だが今回の襲撃は明らかに趣が違う。時期、場所、そして適切な戦力配分、本能で済ますにはあまりに計略的だ。始まりの人が操っている。いや、シェスの知らせによればまだグラムスから動いていないはず。それに知らせから伺える限りでは、俺たちを排除するためにわざわざ戦略を立てるような輩とは思えん。だが、だとしたら一体誰が黒いマナに侵された魔獣を。考えているだけでは埒が明かぬから。おい、今すぐ我が帝枚どもを召集しろ。このような形で奴らを頼るのは正直不本意だがやむを得ん。事態は一刻を争う。はっ、かしこまりました。厄介なことになりそうだ。今のでこちらは片付いたか。残すは。なんだって俺様がこんな危ない目に遭わなきゃいけないんだ。下がってくださいエミュール。はあ、おお、あのドラゴンを一撃で。
魔獣たちが逃げてくぞ。ファレス兄さんがいればどんな敵がかかってこようと怖いものなしだぜ。そうですね、これがただの魔獣やドラゴンであればそうだったかもしれません。やはりファレスお兄様もお気づきになられたようですわね。は？え？気づいたって何に？どういう意味だ？今の敵はおそらく威力偵察、背後に魔獣たちを指揮する者がいる。船が峡谷に入ったタイミングで仕掛けてくるあたり、相手は随分とこのあたりの地理に明るいようですね。峡谷で左右、魔獣で前後の進路を塞ぎ、こちらが応戦せざるを得ない状況を作る。敵ながら見事な手際でしたよ。あそのことね。ちょうど俺もそうなんじゃないかって思ってたんだよ。嘘だな。嘘ですね。嘘ですわね。騒々しいですわね。一体何事ですの？はっ、こちらレオニード閣下からアルベリア王家兄弟の皆様へ、至急正常まで来るようにと召集の要請です。どうやらレオニードも我々同様この事態に気づいたようですね。至急ということならば、このままシャンゼリアには寄らず正常へ向かうことになりそうだ。ようやくシャンゼリアで一息つけると思ったのに。ほら、ぼやいてないで、さっさとグランフィオラータにお戻り遊ばせ。すぐに出発しましたよ。はい。これは嫌な予感がしますね。おおむね揃ったな。やはりあいつとゼシアは間に合わんか。あの子たちは今頃ガトフの故郷キタグラスティア東部の砂漠地帯ですわ。一応グランフィオラータを現地に向かわせてはいますけど、到着するにはまだ時間がかかるでしょう。確か正常とグランフィオラータ間はアルベリウスが残した砲撃の力によって転送が可能ということでしたね。いつ来るかもわからん奴らなど当てにはできん。本題に入るぞ。先日アルベリアの各主要都市は黒いマナに侵された魔獣の群れによって同時多発的な襲撃を受けた。これまでの奴らは本能の赴くままに暴れているだけだったが、今回の襲撃はこれまでと違い明確な意図が伺える。襲撃から伺える意図。兄上は敵の狙いに見当がついているのですか？ああ、奴らの狙いはアルベリア王家、つまり俺たちだ。俺たち？なんでそんな。今回魔獣が襲撃してきた場所は全て王家にゆかりの深い場所だった。むやみに暴れただけではこうはならぬ。これは俺たちアルベリア王家への明確な敵対行動だ。でもわざわざ王家を狙う理由なんて。理由など挙げればキリがありませんわ。それより今考えるべきは、向かってくる敵にどのような対策を講じるか。私たちを正常に集めたということは、レオニードお兄様にはすでに何か方策があるのではなくて？無論敵を迎え撃つための策はある。だがそもそも敵の矛先がこちらに向かなければ話にならん。こうしてお前たちを召集したのも敵の狙う先を正常に絞るのが目的だ。確かに分散して誰がいつ狙われるかわからないよりは
一箇所にまとまっていた方が対策は講じやすいでしょう。ええ、戦力を集中させ敵を迎え撃つのは戦術の基本です。ただこの場合、敵側の進軍速度によっては自分が包囲される。敵部隊は比較的少数で構成されている。現にお前たちを襲撃した敵も数はさほどでなかったはず。ならば凱旋成立前に敵部隊。まったく話についていけん。ちょっとエミュールさん、そういうことを堂々というものではございませんわよ。これでいいんだよ。わからんものはわからん。わかるやつに任せりゃいいってのが俺のやり方なの。何を無責任なことをと言いたいところですけれど、一理あるかもしれませんわね。何もかもを自分一人でやるのは不可能ですもの。適任者がいるのなら、任せるべきことは任せる判断をしませんとね。そうですね。本来王とはそういうものかもしれません。ですが、それを口にするのは勇気がいることです。それは己に能力がないのを認めるということですから。生地中途半端な才に恵まれた私たちにはかえって難しい。ええ、存外私たち兄弟の中で最も王に向いているのはエミュールさんかもしれませんわね。兄さんと姉さんが俺を褒めた。ついに来ちゃったようだな、俺様の時代が。調子に乗るな愚か者。無能で怠惰な王が良いという話ではないぞ。そうだな、我らにはアルベリウス王という見本がいる。それにかなわぬまでも理想を目指す気概は必要だ。いくらなんでもアルベリウスは。アルベリウスか。あれを目指してはならぬと父には言われたものだがな。強すぎる王は孤立する。王は孤立してはならぬというのがアローラスの教えだった。今にして思えば自戒だったのかもしれませんわね。お父様も一人で背負おうとするタイプでしたもの。ですがあの時代にはあの才が必要でした。そして今またかの英雄に匹敵する力がいるのではと思うのです。もし今アルベリウス王がいたとしたら、この混迷の時代をどう収めるのか興味があります。アルベリウスがいればですか。つまらん家庭の話に何の意味がある。この時代を動かす権利を持っているのは過去の英雄ではない我らだ。国をどう治めるか、敵にどう立ち向かうか、全ては我らの手で決するのみよ。エミュール、貴様にも役に立ってもらうぞ。自分なりの統率術があるというのなら、それを見せてみろ。あ、分かってるよ。棚ぼたでなった皇帝だけど、俺なりにうまくやっていこうと思ってるんだ。やるべきことはやってみせる。何をしている。昨日の勢いはどうした。レオニード兄さん、
まだまだ敵は攻めてくるぞ。あの時の単価が嘘でないというのなら、今ここでそれを証明してみせろ。ああ、いいさ、やってやるよ。どうせ俺の力じゃ兄さんのようには立ち回れない。だけど俺様には大勢の部下がいる。敵が魔獣だろうとドラゴンだろうと、数で押せば何とでもなるはずだ。さあ行け、俺様のディアネルク総員突撃だ。エミュールさんも少しはやる気になったようですわね。ええ、これは私たちも負けていられませんよ。しかり、私も全力を持って眼前の敵を薙払おう。行くぞ、内定の怒りをとくと見えよ。すごい、これが竜の血を受け継いだ王家の力。その兄弟たちが一堂に揃うなんて、頼もしいことこの上ないな。どうだ、参ったか。これが皇帝エミール様の力だ。なんだこいつら。まさかこの霧に隠れて。おい、どうしたんだ。一体何が起きている。どうやら敵は霧を隠れ蓑に別動隊を進軍させていたようですね。今の時期、この辺りは昼夜の寒暖差が激しいため、濃霧となる傾向にあります。敵はそれをうまく利用したのですわ。いや、まずいぞ。敵の攻撃で徐々に形勢が傾いてきている。挟まれたからって何だってんだよ。ついさっきまでこっちが断然優勢だっただろうが。これぐらいでひよってんじゃねえぞ。もっとガンガン突っ込め。攻めて攻めまくるんだ。やれやれ、どうやら彼は勇猛と無謀を履き違えているみたいだな。なんだあいつ、一人で前に出てきやがって。行けお前ら、総攻撃だ。あんなやつ人思いにぶっ潰してやれ。ディアネル帝国の兵士か。なら手加減は不要だな。面白い。どんな小細工を使っているのか、俺が見極めてやろう。俺すら残さず燃え尽きろ、アルケミックフルバースト。やったか。なかなかやるな。だが爪が甘い。
別のドラゴンに流化だと。どう！流化した。そればかりか。弟と同じ伏流契約者。貴様は一体何者だ？俺か？俺はアルベリウスだ。アルベリウス、アルベリウスって建国王アルベリウスだよな。まさか、そんなはずは。だって建国王アルベリウスが生きていたのは300年も前のことだろう。いいえ、あの声と姿、少し若いですが、クラベロイエルンで見た記憶と同じアルベリウスで間違いないですわ。でも、だとしたらなぜ？今は降ってはいた疑問など捨ておけ。たとえ先祖だろうと伝説の英雄だろうと、我が波動を阻む敵は打ち倒すのみよ。攻撃だ。だが、俺を倒すには足りなかったようだな。嘘だ。なんだよあれ。レオニード兄さんがつけた致命傷、一瞬で回復しやがった。あれは。なるほど。そういうことですか。どういうことですか、兄上、説明を。おそらく、あのアルベリウスは、始まりの人のクルーツだった頃の私が実験で生み出したコピーです。実験でって、なんでそんなことを。理由は、いろいろですよ。私以外にも始まりの人の意思を投影できるクルーツのスペアが欲しかった。始まりの人の力と意志に耐えうる器として作られた彼は、肉体面はもちろん、精神面も、かの英雄を再現しています。もっとも精神面に関しては、黒いマナによって、始まりの人に都合のいいよう、歪められているようですが。では、先ほど奴が流化したのも、再現の一環なのか。ええ。あれはかつてアルベリウスが流化して戦った時の記憶をもとにマナで再現したものですね。本物の流化ではありませんが、とはいえ起きる現象、効果としては本物と遜色ありません。そのようなこと本当に可能なんですの？幸いなことに私は本物を手に入れることができましたからね。なるほど、クラベロイエルだな。ええ、あれはアルベリウスと一つになった名竜の遺骸から作られているのです。名竜、アルベリウスの遺骸から。ならば本当に。何にせよ、私は有史以来最も強いとされる人物の再現を試み、その結果実験を途中で断念しました。断念？ならば今私たちの前にいるあれは一体何なのです？廃棄処分した実験体が何かのきっかけで修復され目覚めてしまったといったところでしょうか。まあ覚醒のきっかけは十中八九、始まりの人の復活による黒いマナの活性化でしょう。ですが、まさかこんな形で現れるとは。自分が撒いてしまった種だけに、自責の念に駆られるばかりですよ。なあ、そろそろ話は終わりにしないか。それとも、このまま降参するか。
抜かせ模造品が。どうした、そんな攻撃じゃ俺は倒せないぞ。なめるな。このままではいかん。兄上、あのアルベリウスに弱点や対策法はないのですか？あれは世界各地のマナスポットに眠る世界の記憶からアルベリウスに関する記憶を抽出して生み出されたもの。その肉体も精神も基本アルベリウスに準拠しています。その上、黒いマナがある限りどんなダメージも負いません。そんな無茶苦茶な、そんなの勝ちようがないじゃないか。ですが、もしあのアルベリウスを構成制御しているコアに一撃を与えられれば、あるいはそのコアとやらは一体どこに。胸郭の左、人の心臓に当たる位置です。コアさえ破壊できればあれは体を保てず瓦解することでしょう。おお、それなら勝てそうだ。ずいぶんと簡単に言ってくれますわね。相手は伝説の英雄アルベリウス。普通に戦うだけでも大変だというのに。だがやるしかあるまい。行くぞ、兄上に加勢する。やれやれですわ、私たちも遅れずに行きましたよ。余力だな。だがその攻撃も当たらなければどうということはない。ならばこれでいかがです。になっても叶わないなんて。あとはお前だけだ。かかってこないのか。くそー、舐めやがって。話にならない。俺の相手をするには300年早い。畜生、まだ俺たちは負けてない。負けてなんかない。いいや、お前たちの負けだよ。そしてこの世界はこれで終わりだ。他の誰かを守るために限界以上の力を発揮することができる。なるほど、やはり俺の子孫だな。その口ぶり、
本当に貴様の中にはアルベリウスの記憶があるのだな。ああ、すべて覚えている。いや、正確には知っているか。ヘキリュウと旅した日々、魔人との戦い、人とドラゴンが対等に暮らせる世界を目指し国を起こした時の思い、俺はアルベリウスのすべてを知っている。それがどうかしたか。私は子供の頃からアルベリウスの逸話を聞くのが好きだった。彼に憧れ、彼のようになりたいと思っていた。魔人をも破った戦で負けなしの武人、アルベリアを起こした誇り高き建国王、民を思い一人で戦った伝説の英雄。貴様の中に彼の記憶や意志があるのなら、なぜ貴様はそちら側に立っていられる。今からでも我々と共に来るべきだ。俺を自分たちの仲間に引き込もうって腹か。見た目にそぐわず逆しらな真似をするじゃないか。違う、私はただこのままではかつてアルベリウスが掲げた高邁な理想を汚すことになると。くだらないな、高邁な理想。なんだそれ。どんな話を伝え聞いたか知らないが、お前はまるで分かっていないな。何？俺は所詮アルベリウスのコピーだ。本物と同じ記憶を持っている。だから、お前に本当のことを教えよう。本当のことだと？アルベリウスは少し剣を振る才能に恵まれていただけのただの人間だ。戦で負けたことだってたくさんある。王様になりたかったわけじゃないから、そこに矜持はないし、一人で戦っていたのは単なる戦術的都合だ。お前が憧れ目標とした英雄は時をかけ脚色された虚構。アルベリウスはお前が思っているようなやつじゃない。やつはただ楽しく生きたかっただけだ。そこに高邁な理想なんてものはない。他人に自分の理想を押し付けるなよ。これでとどめだ。新手か。おせんだよ、クソ虫。すまない、遅くなった。バルクスお兄様、すぐに回復を。恩に着るぞ、ゼシア。お前たちもアルベリア王家、俺の子孫。あれはアルベリウスなのか。だが一体どうして。あれはアルベリウスのコピー。詳細は省きますけど、当然本人ではありません。私たちの敵ですわ。そいつの言う通りだ。俺の肉体と精神はアルベリウスを再現しているが、根ざしているものが違う。俺は魔人討伐のため奮闘する英雄でも、ましてやアルベリアの王でもない。この力を使ってお前たちを倒し、この世界から可能性を根絶する。俺はそう定められた存在だ。中に意志も選択もない。始まりの人に可能性を奪われた傀儡というわけか。強い。でも負けるわけにはいかない。ドラゴンよ、俺に力を。はあ、龍化か。ならばこちらも
竜の血の力を見せてやる。我らも合戦しなくては。ダメですお兄様、まだ傷が。そんな状態で出て行ってもまたすぐに傷が開いてしまいます。その状態で戦うのは無茶ですわ。状況を考えればここは一度撤退して体制を整えるべきでしたよ。撤退？それってつまり戦場に籠城するってことか？いや、おそらくそれはできん。先ほど魔獣たちが正常方面に向けて進軍を始めているのを見た。このまま撤退すれば正常にたどり着く前に敵からの攻撃を受けるだろう。今の状況でそれをしのげるとは思えん。じゃあ俺たちは一体どうすりゃいいんだよ。残されている道は一つだ。俺と同じ伏流契約者、気は抜けないな。一時撤退だ。撤退？それってこの場はやむをえん。正常を放棄する。わかった、行こう。逃げられない。まあいい、当初の目的は果たせた。それにどうせまたすぐに戦うことになるだろうしな。空気が重い。逃げ出して。ここはどこだ？バルクスお兄様、よかった、目が覚めたのですね。撤退の最中に気を失ってしまったので心配してたんです。ここは正常の南にある樹海都市ロブレールだよ。無理を言って民家の一角を貸してもらったんだ。ゼシア、それにお前たち、状況はどうなっている？状況は最悪でしたよ。私たちがあの場から撤退した後、伝令から正常が敵の手に落ちたという報告が届きました。アルベリウスと黒いマナの魔獣たちはそのまま正常を占拠し居座っている。正常は私たちの活動の起点、それがいともたやすく奪われたとあって、味方の士気は著しく低下していますわ。見事にしてやられましたからね。正常を落とされた喪失感も相まって敗戦ムードが漂うのも無理ありません。正常は必ず俺が奪還する。
これからの戦いに聖城は必要不可欠だ。それに聖城はただの城じゃない、みんなの心の拠り所でもあるんだ。早く取り戻さないと。兄様、城を取り戻すのはいいけどよ、どうやるつもりなんだ。ろくに考えもなく勢いだけで言ってるんじゃねえだろうな。それは今はまだ具体的な方策はないけど、みんなに俺たちが諦めていないという姿勢を見せないと。だよそりゃ、少佐もないのに特攻して心中なんて5年だぞ。勝てなきゃ戦ったって意味ないだろ。いやエミル、たとえ旗色が悪かったとしても我々は戦わなくてはならん。心の拠り所を失った民はたやすく暴徒とかし、国は荒れる。それを防ぐため我らが戦う姿勢を見せねばならぬのだ。それが民を守る王族としての責務、何より相手が竜の血を継ぐ我々の祖先アルベリウスだというのならなおさらだ。あ、それはそうなのかもしれないけどさ。あら、私はエミュールさんの主張も至極真っ当だと思いますわ。負けると分かっていて戦うなんて優雅さに欠けていましてよ。そうだな、優雅かどうかはともかく、戦いは勝たなければ意味がないというエミュールの言い分はもっともだ。じゃあ兄さんもシェス姉さんもあのアルベリウスとは戦うべきじゃないと思っているのか。勘違いするな、俺は負けるつもりで戦うのはやめろと言っているだけだ。つまり戦うのなら勝利を前提に戦えということですね。当然だ、勝てなければ後はない。ならば勝利は絶対条件だ。それともお前たちはまた負けるつもりでいるのか。ふん、ならば早速作戦会議だ。あの余裕ぶった英雄もどきの鼻っ柱を完膚なきまでにへし折ってくれる。こんなところにいたのですね。傷が癒えたばかりなのに大丈夫なのかってエミュールが心配してましたよ。あの弟にそのような心配をさせてしまうとは、兄として不甲斐ないな。明日の作戦について何か不安でもあるのですか。我々が敵軍勢を陽動し、その隙をついて弟がアルベリウスを撃つ。異種外視としても妥当です。細かな動きに関しても地形や天候はもちろん、様々なケースを考慮して対策を講じてある。不安などありません。ならば不満は。アルベリウスを撃つ役割、本当はあなたがやりたかったのでしょ。私はあの弟のことを認めています。奴は血と武勇、そして人徳を備えた真に王族たるものです。ああ、確か国を統べる者が有するべき三つの資格でしたか。子供の頃にあなたが言っていたのを覚えています。あの頃の私は竜林病の影響でろくに部屋から出ることもできず、あなたや他の兄弟たちをよく羨んでいました。抗いの理不尽を呪い、迫る死に恐怖し、それでももしかしたらと内から溢れる渇望を糧に研究に没頭する日々。私は長いこと
自分の内にある渇望と向き合っていたからわかるんですよ。あなたは何かを我慢していると。我慢か。確かに兄上の言う通りかもしれません。ですが、だとしても今は我を通す場面ではないでしょう。弟がアルベリウスと戦う役を務めることは、私も兄上も皆が納得して決めたことのはずです。ですが、あなたの本心はどうなのです？あなたはずっとそうやって自分の意志を殺し、他人が描く理想にとらわれてきた。そろそろ外側にある理想にとらわれず、己の内側にある渇望にも目を向けてはどうですか？理想と仰ぎ目標としてきた英雄に、一人の武人として正々堂々と挑みたい気持ちは確かにあります。ですが、ならば兄上はどうなのですか？兄上はこの状況を作った原因が自分にあると考え、責任を感じているのでは？兄上の方こそ、本当は私以上に自分の手でアルベリウスを打ちたいと思っているのではありませんか？それはそうかもしれませんね。私は何を言われようと今さら異を唱える気はありません。これが王族としての正しい選択です。バルクス、あなたは本当にそれでいいのですか？閣下、手はずが整いました。次のご指示。ああ、わかった。これより正常奪還作戦を開始する。海戦の狼煙を上げろ。はっ、速やかに。狼煙が上がりましたわね。ここはレディーファーストで行かせていただきますわ。作戦開始の合図だ。こちらも準備に抜かりはない。者ども、かかれ。一発目の狼煙が上がったみたいだな。確か俺たちが動くのは次の狼煙だったよね、ファレス兄さん。ええ、そうです。今頃はシェスとバルクスが敵に攻撃を仕掛けている頃でしょう。敵が応戦するために出撃してきたら、今度は徐々に後退し敵を引きつけ、正常の西と南に敵戦力を集中させます。それで今度は手薄になった北と東を俺たちとレオニード兄さんが攻める。でもそんなにうまくいくのか？それはもちろん、何もかもが想定通りとまではいかないでしょうが、俺、次の狼煙が上がりましたね。どうやら今のところは想定通りにことが運んでいるみたいですよ。よし、それじゃあ行くぞ。お前ら、俺様に続け。四方からの同時攻撃に、アルベリウスならこれが陽動であることくらいは読んでくるはず。ですが、だからこそこちらの主力が分かるまで軽率に動くことはしないでしょう。次は弟の部隊ですが、少し気がかりですね。エミュールもうまく兵を率いていますし、
私は遊撃に移らせていただきましょう。どうやら戦いが始まったみたいですね。ああ、作戦通りにことが運んでいれば今頃敵は正常内から出払っているはず。そろそろか。ここは兄様の。仲間が有事の脱出口として掘ってくれたいくつもの抜け穴、まさか脱出でなく侵入の用途で使うことになるとはね。みんな入ってきてくれ。陽動で正常内部が手薄になっているこの隙に、四方の戦況を把握するため城に残っているアルベリウスを撃つ。みんな俺についてきてくれ。アルベリウスはどこだ？城内にアルベリウスがいない。それに黒いマナの魔獣やドラゴンも全く見当たりません。いくらお兄様たちが陽動してくれているとはいえ、正常内部に敵が一体も残っていないなんてことは。拙者、危ない。ありがとうございます兄様。敵の不意打ち。でもこれって。囲まれた。どうして突然こんな。待ち伏せ。作戦が読まれていたのか。だとしたらアルベリウスは。俺が城の中で黙って待っているとでも思ったのか。英雄ともあろう人が意外とお尻が軽いのですね。こんな陽動にのこのこと乗ってくるなんて思いませんでしたわ。悪いな、待ち構えるってのは趣味じゃないんだ。そういうことでしたら遠慮なく正常は奪還させていただきますわよ。考えなしの英雄様。俺を挑発して時間を稼ごうとしても無駄だ。この程度の陽動全て叩いてからでも対処は十分間に合う。自信過剰ですこと。けれど口だけというわけではなさそうですわね。シェス様とレオニード様が敗退。各部隊は撤退を開始しています。なんだと、あの二人が。エミュール様率いるディアネル軍も敵の手により壊滅した模様。このままでは我々も。いくら黒いマナの魔獣やドラゴンが強力だとしても、ここまで急に戦況が一変するのは異常事態だ。これはまさか。ああ、そのまさかさ。アルベリウス。大方、四方へ敵を陽動しているうちに正常にいる俺を撃ち取ろうって作戦だったんだろうが、当てが外れたな。もう聞いていると思うが、他の三方はすでに壊滅させた。残すはお前だけだ。さあどうする。言わずもがな。百節不当、先の屈辱、ここで晴らさせてもらう。行きそう。
終わりだ。これ以上何をやってもお前が俺に勝てる見込みはない。まだだ。まだ勝負は終わっていない。いい加減にしたらどうだ。もう比嘉の実力差は明らかだろ。私には王族として民を守る責務がある。たとえここでこの身が果てようとも決して退くわけにはいかぬ。王族としてか。どうやらお前は自分の生まれや持ち合わせた力に強い自負と自尊があるようだな。王族として生まれた以上、その責務を果たすのは当然のこと。私は王としてふさわしい器を持たんとしているだけだ。なるほど、結構なことだ。それでお前は自分が王になれると、自分に王の器があると思っているのか。はっきり言ってやろう。お前は王の器じゃない。誰かに憧れ目標とすることが悪いとは言わない。だがそれらに囚われた結果、お前は自分の意志を殺している。自分の内にある思い出が外にある他人の理想を尊び思考停止したんだ。王とは人々の先頭に立ち皆を導く者。自分の意志で自分の足で歩かない奴の後ろを誰がついていく。私はアルベリウスを召喚し、アルベリウスという英雄を模倣することが王たる者の進む正道だと考えた。しかしそれはただ英雄の歩んだ道をたどっていただけ。王の器ではないと言われるのも無理からぬことだろう。だがそれなら貴様も同じだ。王として従前とは言えん。なんだと？王とは人々の先頭に立ち皆を導く者。ならば今の貴様は王たりえぬ。なぜなら貴様は一人だからだ。かつてのアルベリウスも今の貴様も一人で戦っている。そこには肩を並べる者も後に続く者もいない。ついてくる誰かが王の証明だというなら、誰を導くでもなく一人で完結している貴様もまた私同様王として不全。立っているのもやっとだったくせに、どこにこんな力が。それが分からぬことこそが貴様が王にふさわしくないことの証明だ。なめるな。感謝するぞ、まがい者のアルベリウス。貴様のおかげで私は私が目指すべき道、己のうちの理想に気づくことができた。もうアルベリウスになろうとは思わぬ。私は一人で戦っているのではない。私は可能性をつなぐための架け橋でいい。そのために誰かがすでに開いた王道や波動ではなく、己の道を切り開く。まさか少し胸の使いが取れた程度で形勢が変わるとか思ってないよ。
実力の差は歴然。やるまでもない。お前が俺にかなわないのは明白だろう。そうかもしれん。だが引く気はない。私は私の切り開く道が希望となり新たな可能性へつながると信じている。無意味だ。お前の道はここで終わる。その先希望も可能性もありはしない。これで分かっただろう。ありもしない可能性をいくら信じたところで結果は変わらん。さあ、浅はかな矜持を抱えたまま無意味に散れ。そうはさせませんよ。つくづく無粋な連中だ。あいにく私はそこの弟のような武人ではありませんから。と言いつつ、実はだいぶ前から様子を伺っていました。少々想定外はありましたが、せっかく弟の望んでいた状況が実現したのです。兄としては邪魔なんてできませんよ。兄上、二人がかりでかかってくれば多少は勝てる見込みもあっただろうに、無駄な気遣いで絶好の機会を失ったな。それはどうでしょうね。私は今のあなたたちのやりとりが無意味だったとは思っていません。あなたのおかげで弟は一皮むけることができたようですし、私もあなたたちのおかげで気づかされました。何を言っている。私があなたを作ったのは、始まりの人の意志を投影できる空鬱のスペアが欲しかったから。それはもちろん嘘ではありませんが、本当は私も弟と同じでした。私もアルベリウスに憧れていたのです。幼い頃から流輪病を患い、体が弱かった私は逸話に残る英雄の強さに憧れ、自分もそうなれたならと無双しました。バルクスとの違いは、私が理想の体現を自分の身ではなく自分の外側でなそうとしたことです。それで弟が開き直ったのを見て、自分も弟を見習おうとでも思ったか。まさにその通りですよ。弟が長年縛られてきた理想という殻を破り、己の道を歩み出したのを見て、私も彼を見習うべきだと気づきました。理想を己のうちに抱き、己の道を切り開く、自分の可能性を信じ続ける限り、私たちはいくらでも前へ進めるのです。大層なご考説だが、中身の伴わない言葉は空虚なだけだ。お前たちが何を信じようと意味はない。そこに這いつくばっているお前の弟がそれを証明している。そうだろう。お前たちが進む道に先はない。どれだけ希望と可能性を信じたところで、この現実は覆らない。いいえ、覆りますよ。もしかして気づいていないのですか、ご自身の状況に。なんだと？これは。あなたは弟との一騎打ちに勝ったつもりでいたようですが、バルクスは負けてなどいません。なぜなら、彼が放った渾身の一撃はあなたのコアにまで届いたのですから。
これが1対1の戦いならば文句なしであなたの勝ちだったでしょう。ですが、私たちはあなたと違って一人じゃない。バルクスが振るった一撃はあなたに一人で勝つためのものではありません。次に繋ぐためのものだったのですよ。バカな、こんなことが。俺はこんな結末認めない。あなたが認めようと認めまいと現実は変わりませんよ。あなたはバルクスが私たちへ繋いだ可能性に負けるのです。俺はまだ負けていない。まさかあの状態でまだ流化するだけの力が。まずい。ハレウス兄さん、バルクス兄さん、大丈夫か？配置した奴らを突破してここまで来るとは。いや、ここに来ているのは俺だけじゃない。なんとかクライマックスには間に合ったようですわね。先ほどは不意をつかれたが、今度はそうはいかんぞ。これ以上兄様たちを傷つけさせはしません。ああ、俺はまだ部下がついてきてないみたいだから後ろの方に下がって。エミュール、だから分かってるって。冗談、ちょっとさ、冗談だから。ちょっと俺も一緒に戦うってば。いや、むしろこうつも。俺が消えてしまう前にお前たちを全員倒す。俺の勝ちで。そうはいかない。俺たちは必ずあなたを倒す。コアを尊重したあなたは体を保つことができない。このまま放っておいても直に消滅するのでしょう。ですが、そんな終わりにはさせません。レディとして負けたままで終わるなんて許せませんもの。まあ、そういうわけなんで、死にたいのあなたには悪いですが、もう少しだけ付き合ってもらいますよ。勝負はまだ終わっていない。私が開いた道、信じて繋いだ可能性を貴様に見せてやろう。行くぞお前たち。俺たち兄弟の力で伝説を超えるのだ。コアですね。これで本当に終わりです。これがアルベリアの俺の子孫たちか。安心したよ。安心したってどういう意味だ。まさか
だ俺たちの裏を書くような何かが。いえ、先ほど彼の体から黒いマナが消えるのを感じました。今の彼にはもう我々と戦う意志はないでしょう。今の彼は黒いマナに歪められていない本物のアルベリウスです。すまなかったな、俺の子孫たち。俺はいろんなものをお前たちに押し付けてしまった。全部俺一人で肩をつけられたらよかったんだが、どうそういうわけにはいかないらしい。アルベリウス、見事だったよ。きっとお前たちなら俺が見ることのできなかった未来にたどり着くことができるだろう。お前たちは一人じゃない。俺みたいになる必要はない。もう分かっているよな。ああ、私はアルベリウスにはならない。あなたが切り開いた道をただ辿っているだけでは意味がない。私たちはあなたの意志を継ぐ者として、あなたの抱いた理想を超えられるような道を、己の道を切り開いていく。そうか、ならあとは任せた。あとは任せたか。言われるまでもない。何にしてもこれでひとまず一件落着ってことだよな。もうこんなのは二度とごめんだぜ。あら、何をおっしゃってますの。始まりの人との戦いはきっとこんなものでは済みませんわよ。だろうな。この程度で根を上げているようでは先が思いやられる。これは今からみっちり鍛え直す必要があるかもしれませんね。俺はもうディアネル帝国の皇帝なんだ。いくら兄さんたちになってあれこれ指示される言われはないぞ。なるほど、ならばその玉座今すぐ俺が奪い取ってやろう。まあまあお兄様、冗談もほどほどにしてあげないとかわいそうですわよ。冗談なのか。エミュールさんの統治も安定してきたようですから、今皇帝をすげ替えて騒乱の種をまく意味はありませんわ。エミュールはよくやっている。結果として我々はディアネル帝国とその民を捨てる形となってしまった。それでも先の皇帝が消えた後の混乱がこの程度で済んだのは、曲がりなりにも玉座を守る者がいたからだろう。確かにエミュールがいなければ私たち兄弟は揃って国を捨てて逃げ出した臆病者のそしりを受けるところでした。その点では礼を言わねばなりませんね。ありがとうございますエミュール。兄さんたちが俺に礼を。なんだこれは、夢か。いや、たとえ夢でもこんな都合がいいはずがない。さては貴様ら、みんなあのアルベリウスと同じような偽物だな。騙されないぞ。エミュールお兄様、どうか落ち着いて。錯乱するなバカ者。貴様には借りがあるからしばらく様子を見てやるというだけのことだ。だが隣国の情勢が不安定ではこちらにも害が出かねえ。
そんなことにならぬよう、支配者とはいかなるものか、この俺自ら貴様に叩き込んでやろう。覚悟しておけ。結局そうなるのかよ。大丈夫だよエミュール、俺たち兄弟で力を合わせればきっとどんな困難でも乗り越えられるはずだ。そうだな、兄弟で力を合わせれば。ちげえよ、鍛えるとか叩き込むとか、なんで俺がそんな面倒な目に。鍛え直すのなら私も付き合おう。鍛錬は一人でやるよりも複数でやった方がはかどるだろう。ボルクス兄さんまで。兄弟で力を合わせれば、そうですね、これからは私も。さあそろそろ行きましょうか。己の可能性を信じて、それぞれの未来をつないでいくために。